先輩とダリルバルデがあまりにも主人公すぎて驚きが隠せないみんなの反応集。それではどうぞ。ウェル先輩主人公すぎて快進撃ずっと止まらない、マジでひたすらにかっこいい。ウェルが主人公に返り咲いた途端安心感すごいな、マジで帰ってきてくれてありがとうだ。ウェルの安心感半端ないなぁ、本当にありがとう。大好きだ。ウェルのあの絶望を乗り越えてからの切り替えが本当に圧倒的で好き。ウェルはちゃんと失敗した上で手に入れてるもんね、頑張った証だよなぁ。ウェルこそまさに進めば二つの恩恵だよな。背中が大きくなっててかっけえわ。一気でセセリアにいじられた時ムキになってたのに本当に成長したんだな。セセリアに小言言われてムキになってたあの頃の彼はもういないんだな。本当に大きくなった。何言われてもピリピリして怒ってたあの頃マジで報われてきてて嬉しいわ。会社が倒産するって聞いた時に真っ先に家族の心配してた。グエルはまさに主人公。倒産の情報よりもまず家族がどうなってるか気になるのがグエルの人の良さが出てるいいシーンだよな。会社を継ぐんだって言ってる姿もかっこいいし、もうひたすらにありがとう。これでラウダが報われるな。本当におかえり。なんか正統派主人公すぎてもうダメなところがなさすぎる。何よりも最後に残った片身がラウダだし会社だしな。全力で応援したい。トマトの恐ろしさを知ってるグエル君かわいすぎる。ミオリネ怖いよな。謝るだけじゃ済まなくなるの顔良すぎるの、おもろい。どんだけミオリネ怖いんだよ。音質の大事さとそれを壊したら訪れる恐怖を知ってるの、ほんと尊くて好き。なんて言ったってトマトに触ったら殺されるからな。ミオリネのお怒りは怖いからな。音質に触れられることを嫌ってるミオリネとそれをきちんと把握してるグエル尊い。グエルマジでミオリネもスレッタも理解度高くて本当にいい旦那すぎるな。そんな世界ないよのグエルよ。本当にいろんなものを乗り越えたからこそのセリフだよね。ジェターク社を立て直したいのは本当そうだよな。シャディクに勝手に潰されたわけだし、お父さんを自分で手にかけてしまったことによる責任の取り方が会社の存続はかっけえよ。セセリアのグエルが帰ってきた途端生き生きとグエルいじり始めるのほんと可愛くて好き。セセリアさんまたメスが気が加速してて可愛いですね。めちゃくちゃかまってほしい妹みたいで可愛い。お兄ちゃんが帰ってきたから意地悪する妹みたいで本当に可愛いな。愛しすぎる。シャディクはこんな時に何やってんだ、ほんとずっと陰謀ばっかでつまらないな。この金髪のせいでジェターク社潰れたのに次は株式会社ガンダムまで潰そうとしてるのか。シャディクはずっとこのままわけもわからず暴走しててほしい。グエルにとんでもない死を届けてほしい。エアリアルをもらい受けるの顔良すぎるんだよな。マジで男前になったよグエル君。スレッタを救うためにエアリアルをもらうって迷いなく言えるの本当にかっこいい。マジでこれで有言実行して勝っちゃうんだから主人公だろ。もう交代だよスレッタ。ラウダとの兄弟愛を見れて満足です。ほんとラウダも救われてよかった。ラウダの顔が帰ってきてから明らかに柔らかくなってるの本当に可愛いし好き。ごめんなって伝えられてよかったねグエル。切実に二人には幸せになってほしい。CEO にいきなり就任させられて頑張っても空回り。グエル帰還してきた時にラウダ気絶してたもんね。グエルが帰ってきた時に緊張の糸が切れたみたいに気絶してたのも本当にいっぱい頑張ってたんだなってわかる。こっからまた御三家の正しい一角として復活してくれ。全力で応援してるぞ。もう失いたくないってセリフは本当にグエルのためにあるようなもんだよな。重たい。グエルが一番失う怖さも辛さも知ってるからこそ出たセリフ、本当に幸せになってくれ。重たいセリフ。全てを頑張って乗り越えてきたグエルだからこそだね。冷静に父親も自分で手にかけて自分自身も病んで、そんな中でなんとか頑張ってもう尊い。グエルの過去エグすぎる。今元気やのが不思議なくらいだよ。まっすぐ伝えられるグエル先輩マジでかっこいい。振られるとわかっててもなお気持ちを伝える男だ。進むことの大切さをわかった男はほんと最
最強だな。どこまでもイケメンじゃねえか。告白なんてすると思ってなかったからここに来てって感じだった。改めて言葉にする大切さを知った。スレッタここで普通の女の子になれるかもと思ったけどな。グエルがスレッタに恋した時と目の輝き一緒だし、グエルの告白でスレッタの洗脳解けるかってワンちゃん思ったけど、やっぱダメか。この目のキラキラ可愛くて好き。目覚ましてくれ。スレッタも幸せになってほしいよ。過去にこんなこと言ってた男と思えないな。男子さんに気合わざればすぎて。素直になる大切さ、プライドの使い方、全てが男になった瞬間よね。この頃も好きだったけど、今はもっと好き。エランを圧倒するグエル、マジでかっけえな。この構図バトルアニメすぎて好き。いつから水星の魔女はバトルアニメになったんだ？ってくらいしっかりした構図でくさ。これもうバトルアニメだろ。グエルの強者感が良すぎるな。過去にエランが言ったことで激怒してたグエルくん、今回も大活躍ですね。スレッタとエラン絡みのことになると決まって登場して怒るグエルくん、圧倒的だな。グエルがスレッタ大好きだとわかるシーン多くて尊い。かわいいよ。このダリルバルでも大事な父親とのつながりだもんな。大事にしないといけないね。ダリルバルでマジで大事に乗ってほしいな。いつまでも家族とのつながりとして大事にしてほしい。エランも失敗してペイル社にいられなくなったし、今回はグエルくん大活躍ですね。スレッタも守ったし、ミオリネも守ったし、もうグエルが主人公じゃなかったら何ですか。マジで日を増すごとに主人公になっていくグエルくん、尊い。トラウマ乗り越えるグエル、格好良すぎる。本当にいろんなことが直近で起こりすぎたもんね。トラウマ克服するの格好良すぎるよ。ボロボロになっても戦い抜いてくれてありがとう。マジでゲロ発想になっても全力で頑張るの本当に素晴らしいな。なんで打たないんだよじゃないんだよ。打てないんだ。他の人からすればグエルがトラウマ抱えてるのなんて知ったこっちゃないもんな。打ちたくても怖くて打てないのはある意味人間だよね。ちゃんとトラウマ克服したの最強すぎるな。ボロボロになったダリルバルデで戦い抜くの格好良すぎる。自分の気持ちとの戦いもあっただろうに。この劣勢を自分の気持ちも乗り越えてちゃんと戦いをやり遂げたの主人公です。グエル先輩頑張れ。日本中の気持ちが一つになった瞬間、一緒に叫んでたわ。本当によく頑張った、お疲れ様。この勝利表示をどれだけ待ったことか。やっとグエルの勝利表示が見れた。マジで泣いた。よく頑張った。このラストもう主人公だよ。マジでかっけえわ。ダリルバルデの良さが全て詰まってた。ラストが良すぎる。